皆さんこんにちは。好きな犬種はポメラニアン。ゆっくり霊夢です。好きな犬種はミニチュアシュナウザー。ゆっくりマリサです。今回も引き続き、モッドエリアモングアスの方、やっていきます。今回の役職は前回と同じく、シェリフ、モーフィング、ジャッカルの3種類。これらの役職については前回の動画で解説してるので、詳しく知りたい人はそちらを見てください。ただ今回のジャッカルには、前回なかった能力が付与されていて、こちらのサイドキックというボタンを押すことで、誰か一人を強制的に、サイドキックという役職にできるんだぜ。サイドキックはジャッカル陣営の役職で、ジャッカルと違ってキルはできない代わりに、志半ばで倒れたジャッカルの意思を受け継ぎ、新たなジャッカルとなることができるのよね。基本はインポスターに仕事してもらって、最後に勝利をかっさる。まさにハイエナみたいな役職だな。とはいえインポスターに噛まれると普通に死ぬから、いかに噛まれないかも重要になってくるね。まあインポスターに襲われそうになったら、この亀を盾にして戦うから大丈夫だけど、ウオヌマ薄いかよ。それ絶対インポスターにガトツゼロ式とか使われて負けるやつじゃん。とか言ってたら向こうから何人かの人影が。いやー、お仕事お疲れ様です。こいつ腹立つな。あれ、今通報ボタン聞からなかった？ここで通報。おそらくシャワー室の方に死体があったんだろうな。いや、それ自分めっちゃ疑われるんじゃ。シャワー室のタオルしまうところに、ラテさんの死体がありました。バイタル情報出します。静電明けすぐは死んでなかったです。自分静電直後にシャワーでラテさん見てるんで、割と直近のキルなのかな。あ、ちなみに自分も通報ボタン出ましたね。でも状況的に、みぞれさんっぽい気もするんだけどな。怪しい位置なのは確かですが、とりあえず他の人の位置洗ってください。とりあえず自分、グサオさん、レイマリさんは白ですね。そうですね。ここ3人は結構固まって行動してたので。そういえば自分、メインでガンマスさんとすれ違ったんだけど、ガンマスさんその後どこ行きました？シャワーっていうか、メインの体きれいにするタスクやってましたね。あ、自分今回白もらえそうなんで行ってもいいですか？自分ガンマスさんと停電終わった頃ぐらいに、メインの左で一緒になって、そこから左に移動してるの、ガンマスさんに視認してもらってると思うんですよ。ですね。なので今回、メメントモリさんには犯行は不可能だと思います。自分目線でも、停電明けすぐだったらガンマスさんは白いかなって思いますね。そのぐらいには時間的に、メインの真ん中ぐらいにしか行けないはずなんで。一つ聞きたいんですけど、メテオさん目線ラテさんを置いていったって話でしたが、それって、どれぐらい前の話ですかね？まあ、停電治ってすぐぐらいかな。時間で言えば、20秒ぐらい。あれ、停電明け20秒経ちましたっけ？ちゃんと数えてたわけじゃないからわからない。そういえば自分、通報直前にエンジンルームでメテオさんと会いましたね。それと停電後のアドミン情報なんですけど、シャワーさん、ラウンジさん、メインさん、診察位置ついてた記憶がありますね。あ、もう時間ないんで、自分の経路は次話しますね。とりあえず疑われてるんで、自分の経路を説明しますね。エンジン、昇降機、金庫、プルプル乗って、アーカイブのタスクやってるところで通報が鳴りました。それじゃあドミン情報のシャワーさんっていうのは、メテオさんとラテさん以外に誰かいるのか。停電後ちょっととかだったら、自分もシャワーいましたね。その後メイン行って、写真のタスクのところでガンマスさんとすれ違ってるんで、となるとま予算視点では、ガンマスさんのキルってかなり難しいですかね。ですね、自分目線ではメテオさんも厳しそうだとは言えます。そういえば、レイラーさんとエーモンさんの位置って聞いてましたっけ？自分はバイタルいましたね。アドミン情報でも診察室についてたので、割と信頼できるはずです。自分は、デンスからメイン入って終わりですね。レイラーさんメイン入ったのに、誰ともすれ違ってないんですか？いやー、すれ違ってないですね。自分浮いちゃってるんで、可能位置っちゃ可能位置です。結局みぞれさんってどういう立ち位置なんですかね？みぞれさんは結局黒位置です。まだ誰もキルしてないのに、周りからめっちゃ疑われたまま会議が終了しました。いつも思うんですけど、自分黒位置に潜り込む才能あるかもしれない。それはただのデバフだ。とりあえず自分目線で一番怪しいのは浮いてたレイラーさん、時点でマヨさんやガンマスさんとかになるかな。でもレイラーさんが犯人だとすると、メインシャワーあたりで視認取られてないのが引っかかる。停電中でもないのに、誰にも見られずにキルすることなんて可能なのか？多分その辺で、視認情報のすれ違いがあったんだろうな。実際メインシャワー付近の情報は、なんかごちゃごちゃしててよくわかりにくかったし。カメラ見てたけど、特に誰かの情報があったわけじゃないな。強いて言えば、ウパパロンさんがエンジンのタスクをしてたってぐらい。カメラを見てると仕事してる感があって、自己肯定感が満たされていいですよね。そんな理由でカメラ見てるやつはお前ぐらいだぞ。さっき後ろにガンマスさんがいたので、とりあえずカメラを見てたことはきちんと証言してくれるでしょう。え、ウパパロンさんさっきまで生きてたんじゃ。宿舎前通路のところに、ウパパロンさんの死体がありました。とりあえず自分は、メテオさんの経路を聞きたいですね。自分は展望でダウンロード終わった後、武器庫で銃片付けてからコクッと言ったかな。脇位置はキッチンで、それはレイラーさん、レイマリさんにも目撃されているはず。コクッとではタスクしかしてないので、アドミン情報は一切ないですね。武器庫付近で見てないんで、自分目線少し怪しいですかね。とりあえず、白出し合える人洗っていきましょう。今回自分停電ぐらいの時に、レイラーさんとシャワーアーカイブ館ですれ違いました。いや、ラウンジアーカイブ館ぐらいですかね。なので時間的に現場に向かえないんで、自分目線レイラーさんは違うと思いますね。とりあえず自分目線も、今回ターンは厳しいと思いますね。ターン紫でライン繋ぎます。
ちなみに停電は、昇降機右側で自分が直しました。そこにダウンロードタスクがあったので、そのまま直したって感じですかね。ちなみにさん、ウパパロンさんと会ってないのかな。あ、ちなみに前回言いそびれてたんですけど、自分の経路は貨物、エレキ、石油って感じです。石油でカメラ見てるのは、ガンマスさんに見られてると思います。それじゃあそこの二人は、白取り合えてるって感じですかね。そうですね。今回は取れると思います。とりあえずみぞれさんとガンマスさん、自分とレイラーさんまで弾けるって感じですかね。いや、イエモンさんもほぼ弾けるんじゃないですか。みぞれさんとエレキですれ違ってからずっとエレキにいるんで、弾いてもらえるなら全然ありがたいですね。となると容疑者候補はこんな感じですね。いやー、結構多いな。最悪4人人外が残ってる可能性もあるので、さすがにそろそろ3入れたいです。結局初手キルの容疑者候補って、誰でしたっけ？レイラーさん、マヨさん、ガンマスさん、自分だった気がします。自分目線ではみぞれさんがめっちゃ怪しく見えてて、アーカイブ右のドアが閉まってたんですけど下のドアが開いてて、みぞれさんがファイルしまうタスクやってたんですよね。ちょっとでも下に行ったら見えるような状況だったんで、めっちゃ怪しいです。いや、通報ボタンは一瞬出たんですけど、下位置がわからず通報が遅れてしまったんですよね。現状一番怪しいのは、自分目線でもみぞれさんですかね。正直するなら、白を一番釣りたいです。いやー、自分2回目のキルに関しては、ちゃんと白取られてるんですけどね。ちなみに釣るなら、2のライチを作りたいですね。ここ2人釣れば確実に人外釣れるっていうロラが理想です。シェリフいるなら、みぞれさん切ってもいいと思うな。確かに、カミングアウトしてもよかったかも。やばいやばい、なんかもう自分シェリフに切られる流れじゃないですか。ゼロキル、まだ1キルもしてないのにこんなのあんまりだよ。お前いつも何もしてないのに怪しまれて、シェリフを無駄に殺してるもんな。他の人たちからすると、疫病神かなんかなんだよな。やばい、となると急いで自分の後継者を探さないと。シェリフに見つかったら、問答無用で切られるに違いない。とりあえずボタン付近で待機して、ボタンを押しに来た人をサイドキックに勧誘します。頼む、ボタンを押すのはもうちょっと待ってくれ。今のところ、メメントモリさんは2回とも容疑者1から外されている。自分の成分はもう絶望的だけど、私の野望、あなたに託します。今思えば、ここでグサオさんキルした方が良かったかもしれない。まあ下手にキルして、メメントモリさんに容疑が向くよりはいいんじゃないか。カミングアウトします。自分、シェリフです。だったら、みぞれさんを切ってほしいですね。いやー、貴重なシェリフを失うことになりますよ。まあ死んだら死んだで初手キルの容疑者ロラできるんで、大丈夫ですね。エンジンルームに25秒待っても来なかったので、これはみぞれさん黒確定ですね。いやーバレちゃいましたか。そうです。ついでに言うと、初手のラテさんキルも自分がやりました。停電のタイミング的に、これはインポスターなんですかね。まあ、とりあえず釣りましょうか。その後、シェリフ選別によりメテオさんが隠し色となり、2キル目の容疑者1であったヒナ兄さん、レイマリさんがローラーされることになりました。霊界も賑わってきましたね。隠し色のメテオさんがやられて、インポスター1、ジャッカル1、グルー2の盤面に。どうやらメメントモリさんはもともとインポスターだったのだけど、自分がサイドキックにしてしまったとのこと。相方かわいそうだな。結局会議でレイラーさんは釣られ、ラストの1人をジャッカルのメメントモリさんが食べて勝利。運が良かった感はあるけれど、勝てばよかろうなのです。うわぁ、裏切られた。診察室でメメントモリさんをキルできるようになってて、あれって思いました。二日目の容疑者の件で、白白ロラしちゃったのが痛かったですね。タスク残ってたの、多分自分だけですよね。申し訳ない。ということで今回の動画はここまで。もしよろしければチャンネル登録と高評価、Twitter のフォローの方よろしくお願いします。